皆様こんにちは。11月の16日午前11時57分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日土曜日のね、昼配信を、ね、行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。昨日と一昨日ね、配信をキューブさせてもらっておりました。申し訳ございません。ちょっとこう、リアルワーク的なものがね、まあ、年末に差し掛かってきていて、ちょっと忙しくなってきているので、配信関係もね、ちょっとご迷惑をおかけしているような状況になっておりますけれども、今日はね、特に用事がないので、元気ピンピンにね、やっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、今ね、ビットマン TV の X を見ていただいているわけでございますけれども、昨日か、それこそね、まあ、自宅の方に戻ってきた後に、私のお家のキング様がサファリ、LAA セレブの気になる生活、全然気にならないから、余計なもの見ないでくれという形でね、X のポストの方でね、突っ込まさせてもらいました。節約術とかいうね、そういった表紙も読めやという形で、ポストをしたわけでございますけれども、ワインをね、端に置いて食い入るように見ておりました。もうやめてくれとね、全然気にならないでしょと、こんな小さな家で LA セレブの生活気になるわけないやないかみたいなねことでございます。よろしくお願いいたします。で、まあね、書店に売っているわけでございますから、まあ誰が読んでもいいかなって思うわけでございますけれども、ちょっとこうね、今の暗号業界のいい勢いに乗せていってからのでございますよ。いい流れにね、乗せていってからの気になる生活、気にならないやないかい、そういうことでございますから、よろしくお願いいたしますよ。で、行きましょう。で、あとはね、いろんな、多岐にわたって、いろんな分野にわたって、ポストをしたわけでございますけれども、富士がね、たまにいいこと言いますよね、こういった形。はい。仮想通貨。ビットコインが今から下がるとかいう逆進インフルエンサーは放っとけよ。マジでたまにいいこと言うな、おい。マジだ。たまに本当にめっちゃ、たまにってわけじゃないんだけど、めちゃめちゃいいこと言うやねんかと、藤井と、映像と、ミスターチンをぶった切ってくれやと、ミスターケンでございますね。よろしくお願い。もう間違いなくこれはね、藤井もね、はっきり言葉には出してないけど、間違いなく、ミスターチンさんのことだと思いますよ。よろしくお願いいたします。さあ、行こう。藤井よと、ね。君が動画の中でぶち込んでくれたら、それはそれで荒れるんじゃないかみたいなことでね、ビットマンテリポストをさせてもらいました。俺はなんだかんだお前が好きだと、いや好きですと、よろしくお願いいたします。ここに対するね、ビットマン TV のこのリポストに対してね、フジーもこれいいねを、ね、押してくれてましたよ。ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱりこうね、フジーもまあ、ある意味思ってるんでございますよ。ミスターチンの暴走具合にね、ちょっといい加減嫌気がさしてるんじゃないかなというところで、ミスターチンってわかります？永遠の23でございますよ。よろしくお願いします。もう私の中ではもうね、永遠の23という形で言わさせてもらっているわけでございますけれども、まあ、彼がね今暗号業界の中で、まあ、どうなのかね。まあ、ちょっとこうね、アンチが湧くというか、結構物議をね、醸し出しているんじゃないかみたいな、レベルまでね、わけわからんことをバンバン言っている。まあ、ここ最近のね、配信で、まあ、かなりね、ネタ湧くという、まあ、でもね、結構ね、ミスターチンさんを見ている方は、まあ、ごめんなさいね、仮想通貨業界のキング様、仮想通貨業界のトランプ大統領という形でね、まあ、ビットマン TV は任命させてもらったわけでございますけれども、結構ね、コメントとかを見ていても、もう、批判的なコメントがもう9割9分だね、もう、本当に面白い。こんなに批判コメントが集まる人も、まあ珍しいんじゃないのって思うぐらい、逆にちょっとこうね、心配になっちゃうレベルで、すごいなって思うんだけれども、まあね、見ている側、まあ、ビットマン TV はですよ、まあ、見ている側ですから、まあ、見ている側と、したらね、まあどうなの、まあ、ちょっとこのエンタメ要素がもうほぼ10割、エンタメ要素がほぼ10割という認識でね、まあ見ているわけでございますよ。まあ何の根拠があってね、ガンガンガチャガチャ2万ドルまで落ちるとかわけわかんないことこいつ言ってんのかなみたいなね、思うわけでございますけども、ちょっとごめんなさいね、口が荒くなってしまいました。本当わけわかんないことマジでこいつほざきやがってんなみたいなね感じでごめんなさいね、口が悪くなってしまいました。2回目言わさせてもらいました。そういう風に思っているわけでございますけれども、いやごめんなさい、思っていないです。いや、もとい、思っております。思っているわけでございますけれどもね。まあ、ご自身のね、YouTube 配信の中で、まあ何言おうが、まあ勝手なんでございますけども、まあ、ある意味ね、注目を集めているから、注目をね、集めてるでしょ？だから、だってね、こう批判的なコメントとか、YouTube のコメントで300とか400件ぐらいコメント来てるんですよ。っていうことは、まあある意味ですよ。ある意味ね、まあ言ってしまうと、こう、炎上商法的には、
完全に成功してるよね君みたいなねことは思うわけよ。ただ信用問題に関わるよね。だってさね、エンタメじゃないじゃん基本的には。いや普通に今タメ語で言いましたけれども、エンタメじゃないじゃんね。わかりますよね。だってこの暗号業界ってのはだってリアルマネーがね、人々のリアルマネーがかかっているところなんで、別にそのお遊び半分でやってるわけじゃないのよね。ビットマン TV もそうですよ。喋りとかこういったテンポに関してはね、やっぱりこう皆さんが、まあ、楽しんでいただけるようにというか、ある程度ねこう流れの中でポン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 いいリズム感で聞きたいなって思ってるからビットマン TV がね、パン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 軽快なリズムでね喋りまくっているわけでございます。まあそういう意味で言うとテンポとしたらエンタメとしてねビットマン TV のことは聞いてほしいんだけれども、やっぱりはことねニュースに関してとかそのチャートを見たりする時もね、まあそう神様じゃないから 100% ねどういう動きをするかなんじゃ当然誰にもわかんないんだけれども、注目を集めたいからといって、なんか、あまりにも極端なことを言いすぎると、それって、ね、わかりますでしょ？聞いている方々の中には、それを信用してしまう。本当に、こう、心の底から酔っちゃってね、その、配信者に酔っちゃって、信用してしまって、本当にね、特大ショートポジションとか取ってしまったりしたらどうするんだろうと、本当に思うんですよね。いや、別に彼は自由だと思うんですよ。だって自分の責任で自分でやってるから、いいと思うんだけれども、やっぱりこう、発言に関してもね、まあ、さっきも言いましたけれども、人々のリアルマネーがかかっているところだから、だから、あんまり極端なことを言いすぎると、もう2回目ですよ。言ってんの2回、本当に大事なことだと思ってるから言ってるんですけれどもね。やっぱりこう、ミスター・チンは、相当ね、勢い任せで言ってる感じもするし、本当なんか、炎上商法的な感じもするし、でもそれを信用する人がいたりしたら、信用したりする人で、まあ、ね、本当にそうなるかどうか誰にもわかんないけれども、今のこの試合の中で、極端なその振り幅的なことを言っちゃうとね、これ本当にまずい状況に陥る可能性があるなって思っているんで、やっぱりこの今のね、市場の雰囲気であるとか、温度感であるとか、そういったところも全てひっくるめた上で、やっぱり発言っていうのはしていかないとね、人々のお金、まあ、預かってるわけじゃないんだけれども、その人々はね、自己責任で多分普通に、聞いてる方々はですよ、自己責任、自分の責任のもと、まあ、例えば先物取引とかであれば、いや、自分の責任のもとね、やっぱりやっていくんだとは思うんだけれども、やっぱりそこをね、ある意味こう、本当に、なんていう極端なね、まあ、いわゆる表現でやりすぎてしまうと、ちょっとこうね、見ている方々の歯止めが本当に心底ね酔ってその人を信用してたりするとね、歯止めが効かなくなる可能性がありますからね。だからそういった意味でちょっとこう行き過ぎた表現っていうのはまずいんじゃないのかなっていうのは本当これ正直な気持ち、ビットマン TV のね、だから注目を集めているからお前羨ましいんだろうって思ってる方も今の聞いたらね、感じたかもしれませんけれども、全然決してねそんなことはありませんから、ここはねよろしくお願いいたします。で、まあミスターチンの話はいいとして、でもね、フジーも、まあ、やっぱりこうね、当然 X で流れてくると思うのよ。ミスターチンの、仮想通貨業界のね、まあ、大統領でございますけれども、彼のポストがね、まあ、流れ、まくってきたりとか、多分 YouTube も見たんじゃないかなーっていうのは、ちょっと温度感としては、思う。動画見たらわかると思うけど、こいつやべえなって思う。口悪くなるけど、ほんとそれしか出てこねえが、それぐらいも本当に、ミスタービットマン TV みたいなね、形で解明しちゃろうかなぐらいの勢いで、こいつやべえなっていうふうに思いますから、そこは全然ね、二つ話は繋がってないんでございますけれども、ビットマン TV、ミスタービットマン TV という形で解明して、しまうぐらい、こいつほんとやべえわ、みたいなね、ことを思うわけよ。だから、もう、ちょっとこう、何個か前の動画でも言ったけれども、ちょっとまあ、見てみるのはね、一つありかもな、というふうには思う。まだこいつ2万ドルまで落ちてくるっつってんのって、ほんと思うんですよね。ただこう、なんていうのかね、なんか、すぐすぐ的な感じでやっぱり言ってるから、だからそこに対しても、ちょっと抑え気味で、てか、自分の中でね、彼ね、ブレーキがかかってないね、確実に。もう確実に、アクセル全開踏みっぱなしみたいな、暴走車両、突進してますみたいな勢いで、もう本当に、歯止め効かなくなっちゃってるからね。それはそれで、まあ、見ているだけの側としたらね、面白いんだけれども、ちょっとね、まあ、抑え気味で行った方がいいんじゃないかみたいなことはね、思うわけでございます。まあ、それがまあ、ビットマン TV のね、ちょっと本心でございます。まあね、興味がない方は、まあ、今の話、まあ、どうでもいいんだとは思うんだけれどもね。やっぱりほら、ね、この暗号通貨業界、まあ、この界隈でね、やっぱりこう、まあ、ビットマン TV もそういう気持ち、そういう気持ちで、そういうっていうのはどういったことかっていうと、やっぱりこうね、人々に真実であるとか、まあ、ニュースとかね、そういったものも含めて、やっぱりしっかり調べを入れてね、そういったものを皆さんにね、こうお届けしたりとか、あとはこう、市場の温度感っていうのを、まあ、私なり目線だけれどもね、そういったものを捉えて皆さんに、まあ、ニュアンスとしてある意味こう、お伝えをしていくとか、で、ビットマン TV だけじゃなくて、それ以外にもね、まあ、フジーもほら、配信見たこと全然ある方、いると思うんですよ。だって、ビットマン TV より前からやってらっしゃいますから、
からね、富士なんていうのはね。だから富士とかを見ても、やっぱりたまにね、ちょっと前は結構こうなんていうのかな、彼は彼でね、結構こう極端な意見を YouTube の中でほら言ってたじゃない、前はね、結構前言ってた、タイプだったんだけれども、最近は抑え気味というか、なんかこうね、皆さん聞いてる方々に寄り添うような感じでね、こう発言もしてたりするので、あのビットマッチ TV もたまに見ますよ、富士の動画ね、たまに見る、なんか見てるとほっこりするから、ほっこりするからな、たまに見るんだけどね、なんか最近はなんかちょっとこう物腰柔らかくなったなーって思うからね、やっぱり彼の中でね、10万人突破したっていうのが相当メンタル的に大きかったんだろうなっていうのは思ったんで、まあそういったところも含めてね、ちょっと柔らかくなってきた感じ、だからまあ、しっかりほらね、ビットマッチ TV がその判断するレベルのものじゃないんだけれども、ことじゃないんだけれどもね、やっぱりこうニュースとかもしっかりね、やっぱり彼は彼なりに仕入れてきて、やっぱりこれをね、見てくれてる人たちに分かりやすくね、説明をしたりとか、そういったところをほら、見ていくならば、ね、ニュースもほぼ見てない、多分ミスターチンはね、ニュースもほぼ見てないだろうし、本当にもうリセッションばっか、もうずーっと2020年ずーっと言い続けてね、そこの一点張りで、自分の考えている目測を、まあ、言ってしまうと曲げる姿勢すらね、もう本当に意固地だよね、意固地だよね。だからそういった形で、なんかこう、話またループしてるんだけれども、まあ、しっかりね、調べを入れて、配信の中に載せていってる方々と本当に一線を画してるなって感じがするから、まあ、そういったところはちょっとこう見る方もね、ちょっとこう注意しておいてもいいかもなって感じもするから、ここだけはね、よろしくお願いいたします。まあ、彼は彼でミスターチンはミスターチンでね、永遠の23は永遠の23で、まあ、ね、見てくれてる方々に、まあ、ある意味エンタメをね、お届けしてるんじゃないかなって思うんだけれどもね、まあ、ちょっとこう、まあ、今の感じで言うと、今のこの市場の雰囲気で言うとね、やっぱこう、話半分レベルって話半分以下、いや話1割以下で聞いておいた方がいいかもなという温度感はするんで、まあ反対意見としてだから上がってくるというふうに思っている方々の反対意見として見ていく分にはそれはおもろいかもしれないから、そういった意味でね楽しんでもらえたらなと思いますから、まあ興味がない方はねもう完全スルーでよろしくお願いいたします。まあ今ビットマン TV が言ったねことを聞いてちょっと見てみたらこいつやべえなって本当思いますから、よろしくお願いいたします。で行きましょう、ちょっと話が長くなってしまいました。で一点ね、もうミスターチン永遠の23もどうでもいいわけでございますけれども、本当にどうでもいいわけでございますよ。リップル来ましたね、やっぱり来ましたねというか、0.5 ドル台でね、もう本当に買っといた方がいいんじゃねえか、買っても現物もう今コア価格だぞマジでみたいな形でね、もうとにかくほぼ毎配信言っていたわけでございますよね。やっぱりこうね、今のこの裁判の状況とかをまあ見ても、振り返って見てもね、まあ今上がった結果論だから言うけれども、今ちょっとこう上がってるからね、結果論だから言うけれども、裁判関係があった中でもやっぱり 0.5 ドル台っていうのはかなり、強引に死守してた部分があったんで、トランプさんがね、当然大統領に次また再選をして、ゲンスラーさんが当然こうね、退任をするっていう風な話が出てくれば、裁判もいい方向に流れ込んでいくだろうから上がっていくんじゃないんですか。今ね 0.5 ドル台っていうのはリップルのコア価格だと思いますよってずっと言い続けていて、まあ、ようやくねちょっとこう一筋の、まあ、光が見えた感じがしますね。今日の重要ニュースの方でなんでこれが上がってきているのかっていうのはね、まあビットマン TV なりに切り取りですけれども、お伝えしていきますからね、よろしくお願いいたします。まあとにもかくにもね、よかったよかったと、とにかく重要なラインを突破してきているから、今からのさらなる続伸にはね、期待をしていきたいところなんだけれども、やっぱりビットコインが今8万8000から8万9000ドル、まあ9万ドルいくかいかないかぐらいを、叩いてるのかな、金額つけているような状況ですけれども、やっぱりこう一番ね、まあ、懸念をされるというか嫌なのがビットコインがね、ちょっと調整レベルでバリッと1万ドルから2万ドルぐらい落ちてきた時に、やっぱりこのね、せっかく上げてきたリップルのこのイケイケ感っていうのがやっぱこうなくなってくるっていうのがちょっと嫌だなっていうのを思うからね。だから、まあそういった意味でもちょっとこうどうなるかはわからないけれども、ビットコインの大きな調整で、つられ下落、つれ落ちしてくるのはちょっと嫌な感じ。だから、短期、こう、一番最後書いてあるけれども、短期税。だからもう、もともとリップルを現物としてではなくて、普通に先物関係で取引をしてたよ、みたいな、こういった短期税の方とか、あとはもう本当に短期的に現物をもう、長く付き合いはしないと。短期的に本当にもう、現物を買っていこうというふうに思った方々であれば、やっぱこう、利確意識はね、とにもかくにももう、今上がってる時に利確は意識していかないと。まあ、当たり前だけれどもね。上がってる時に逆のことをやっぱり考えないといけないから、だからほら、落ちてきた時のこととか、損切りラインであるとか、利確のこととかね、ちょっと考えることが多くなってくるから、自分の思う方向に行った場合の方がね、だってほら、自分が思ってる方向じゃない方向にね、逆側の方向に行ったら、もう考えることは、言ってしまった損切りのことだけじゃないですか。損切りのことだけでしょね。だけども自分が思ってる方向に行ったら、やっぱり利益確定のことも考えないといけないし、損切りラインをどうやって調整していくかっていうのも考えないといけないからね。だから自分の思う方向に行った時の方が、まあ、ある意味取引をする上においてはセンスが問われるかもしれないので、まあ、そういった意味も全部ひっくるめてね、短期税はとにもかくにも利確意識重要でお願いしますよという形でね、ポストをさせてもらいました。まあ、まだまだ続伸をね、してもらいたい。ビットマン TV も、いよいよリップルのターンがね、始まってきて、
史上最高値3ドル半ばぐらいでしょ。それをね超えていくような今フェーズですよ。今回の強気相場で超えていくようなね大きな動き、本当にね起こってほしいなって、ね、思っているところ、まあそれがね、実際実現する可能性も本当目としては出てきましたから、裁判関係決着していて XRP の ETF が承認されるとかいうね話が流れ込んでくれば、おそらくこれはもう本当にムーンをねしていくレベルにあるかなというのを思いますので、まあそこも含めてね後でチャートで見ておきましょう。まあここにも書いてますよ、あんだけ 0.5 ドル台は買いだ買いだというふうにね、まあとにかく言ってきましたよ。あの時にね買い集めをしていた方々は本当にね一旦雲はね晴れてよかったというふうに思いますよ。で次行きましょう。はい、来た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 、はい、ノーパン野郎がと本当にもう脳がパーンなってますよね。脳がパーンでございますね。永遠の23この方でございます。もう何を言ってるのかね、本当にもう話戻りますけれども、マジで間違いね、間違いというかマジで意味がわかんねえと、8万ドル以上で週足を確定したさせた時には、ビットコインに対する下目線の分析が間違っていることを認めて、認めると話してきましたとね。科学的に私の意見が間違いであるでしょう。しかし、事実上間違いではありません。こいつもうね本当に何言ってるか分かってんねん多分自分で、自分で言ってることを認めながらも事実上間違いではありませんと、お前事実が上がっていってんのに自分で事実上間違いじゃありませんって本当意味が分かんねえよ、このね X のポストを見るとマジでイライラしてくるから、だからあんまりね触れないようにしよう、触れないようにしようって思ってるんだけれども、いかんせんね目につくのよこのねわけわかんねえおもれ、このチャートもねもう何回も何回も修正しまくってるから、このチャートの中うようようよ右側のほらうようようようって伸びてるでしょ、これも何回も何回も修正した結果またこうなってるわけよ。だからこういったのを見るとねこいつマジで適当だなってね思うわけでございますよ。 OK でございましょうか。まあ適当だなというか適当だなってなねことは思うわけでございますけれども、まあこういったやつもいるんやなということでね認識しておいてください。よろしくお願いします。対談組んでくれたらねもうほんと喜んでねやるけどね、もうマジでビットマン TV なりにマジでぶち込みまくるわ、本当にこれだけはね期待してもらいたい、永遠の23お前頭大丈夫かっていう形でね言いたいし、今頭大丈夫かというか、何考えて発信してんのみたいな、本当にノーパーになってるぞノーパーやぞ大丈夫かみたいなね感じで突っ込むわけでございましょうけれども、本当に初ブロック発動するわっていう形でね、しようかなと思ったんだけれども、ブロックしてしまうとビットマン TV 的にネタがなくなってしまうのでまあブロックはあえてしてあげないようにしようかなって思ってね、まあ向こうはね4万人ぐらいの登録フォロワー様がいるんでね4万人ぐらいだから、まあビットマン TV のことなんてまあマジでカスだと思ってるんだろうけれども、まあこっちはね。なんて言うんでございましょうか。その4万人本当かみたいな感じで思ってるわけよ。その4万人本当かみたいな感じで思っているわけなんだけれども、本当は勝手でかみたいなね、ことは思っているわけでございますけれども、まあ、ブロックしようかなと思ったんだけれども、ね、いい感じで、ミスタービットマン TV のね、やっぱりこう、あれですよ、ストレス発散にね、まあ若干なってるので、それはそれで面白いかなと思って、まあ、ブロックはあえて避けてやろうかなって思っております。よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっともうね、昨日と一昨日。配信をねしていなかったのでちょっとテンションが上がりまくってしまいました。申し訳ございません。しっかりとした路線に戻していきましょう。行っちゃいましょう。はい、まずは重要ニュースお一つ目こちら、リップル関係だったかな。そうそうそう。リップルがね、16% 続伸と、まあ、かなりね原曲 20% ぐらい上がっていたかな一時はね。ゲンスラー委員長の、今の委員長の退任観測で期待が高まるということで、ゲンスラーさんがね、これなんで上がっていったかって言ったら、ゲンスラーさんが、なんかね、SEC の委員長になったことを誇りに思うみたいな、なったことを誇りに思いますみたいなね、ことを、なんか文章かなんかで出したらしいんですよ、何日か前に。だから、それこそこの急騰前に。で、それが要因で、ゲンスラー退任するんじゃねえか、もうそろそろみたいなことが、言われてパリーンと上がってきたのよ。で、書いてますね、ゲンスラー委員長については、11月の感謝祭後に辞任を表明して、1月上旬にね、トランプさんが大統領に就任前に退任をする可能性があると報じられていると。だから、これが要因で、一応リップルがね、上昇をしてきている。ここはね、意識はしておきましょう。よろしくお願いいたします。あ、書いてますね。また、一番最後の方にね、ゲンスラー委員長は昨日公開の、解雇的な声明で、辞任を、ま、はっきりは言ってないけど、示唆をね、したということで、これがまあとにかく、リップルの上昇要因。だから、前からずっと言い続けてるけれどもね、ゲンスラーさんが退任をするってなったら、やっぱり上がってくるだろうし、まだ噂段階だけれどもね、まあ示唆をしているだけだけれども、これが正式にパンと出されたら、普通にもう一段上っていうのはあるんじゃないかなというところ。だから、もし短期的に入っている方々の利益確定、だから事実売りが起こってくるんであれば、まあそのタイミングかなというふうに思う。ゲンスラー退任っていうのが流れてきて、もう一段おそらく上を狙ってくると思うからね、1ドルとか、
か 1.、まあ、どうかね、まあ、1ドルあたりか、このあたりが多分焦点になるとは思うんだけれども、そこでの事実売りっていうのが起こって、その後どういった形でね、ことが運んでくるか。だけれども、ね、まだリップルに対する、重要な出来事ってのは全然終わってない。だからさっきも言った裁判関係ね。これが急速に収束していくんであれば、さらに、上に上がってくる燃料としてね、やっぱりこう認められてくるかなと思いますので、まあ、まずはゲンスラーさんの退任、その後の裁判の行方っていうのが大きなイベントこと、リップルについては2025年の大きなイベントことにね、なるかなというふうに思いますので、ここはね、意識しておいてください。はい、次はこちら。まあ、リップルがね、なんで上がってるか分かんなかった方は、まあ、そういったこと。で、次はこちら、2025年。ビットコインの価格目標が18万ドル到達を予測と、だからまあどうなるかは分からないよ、どうなるかは分かりません、本当に誰にもね、こういったところは分かんないで、ほらちょっと覚えてますか皆さん、最近ね入った方であれば、まあね、分かんないと思うんだけれども、前々回ですよ、だから2020年の6万、それこそ6万9千ドルぐらいを付けに行った前々回の史上最高値の時も、まあ、これもね、ビットマン TV もほら、配信で結構言ってたと思うんだけれども、10万ドル行きそうだと思う、温度感的にね。その時も言ってたんですよ、2020年ね。で、市場の雰囲気としても、なんかものすごく言われてましたもんね。だからその10万ドルにとうとう今年到達するんじゃねえか、もう2020年行くんじゃねえかっていうふうに、あの時はもう本当にどんな記事もやっぱり、そっち寄りの意見で発信されていた。で、最近ちょっとそれが結構目立つなーって思ってね。だから、そういったところもちょっとこうね、まあ、調整レベルの下落という、まあ、市場の雰囲気的な温度感を感じ取っていくならば、ちょっと2020年の雰囲気とちょっと似てるなって思ってるビットマン TV もいるから、そういった意味も含めて、だから調整的な下落には注意をしておきましょうねっていうところをね、言ってるわけよ。で、なんで調整か、本格的な下落相場入りじゃないのかって思った方もいるかもしれないけれども、あの時の2020年の時とは全然状況が違うから、やっぱり機関投資家も入ってるし、現物 ETF っていうものもね、バリッと出されているから、そういったところを考えていくならば、本格、下落相場突入というよりも、やっぱり今の段階で言うならば、大幅調整かな。そういった範囲での話に、まあ、ことは収まってくるんじゃないかなって思うけれども、温度感としてはさっきから言ってるように、2020年とちょっと似てる感じがするから、みんなが上の雰囲気がね、相当出てきてるから、だからそういった意味も含めてね、ちょっとしたやっぱ下落には注意しておくべきかなって思いますから、よろしくお願いいたします。ただ、7万3000ドルとか、このあたりを叩きに行ったとしても、別にそれは、下落相場の開始のゴングが鳴ったわけじゃなくて、まだそこまでの下落っていうのは、もう、今の段階ではね、1万5000ドルとか、まあ、1万ドルぐらいの、1万ドル幅ぐらいの下落なんだけれども、それはまだね、もう本当に今の段階で言うと、大幅調整のレベルの価格帯だと思うからね、そうでしょ？だって2万ドルの時の1万ドル下落って言ったら、これ半値押しだけれども、もう9万ドルにおける1万ドル下落って、まあ、約10分の1ぐらいの下落にしかならないから、まあ、そういった意味でもね、価格変動は大きくなるけれども、1万ドルから 1.5 万ドルぐらい、落ちてきたとしても、相場環境が変化するような今下落じゃないなっていうところはね、そこだけはま、認識しておきましょうよ。よろしくお願いします。で、ごめんなさい。こういった形。バレックが18万ドルにね、到達すると予測。で、同社のデジタル資産リサーチ責任者の方が、ビットコインの強気相場はまだ始まりに過ぎないと語ったと。で、上値を阻むレジスタンスがない青天井の領域にあると、まあ、強調をね、したということでございますね。で、上から下に。はい。バイクによる18万ドルという目標価格は、今サイクルの最安値からの10倍の上昇を意味すると。だから、今サイクルっていう形で言うならば、あそこだね。1万7000ドルぐらいを叩きに行った、底値ですよ。あそこから10倍の上昇を意味すると。で、これは過去のサイクルと比較すると、パーセンテージ上昇率では最小規模となりますと。で、シーゲル氏は、当社が追跡している指標は依然として緑信号を、示していると述べたと。上昇モメンタムは継続すると指摘。で、ビットコインに関する Google 検索量は、2021年のピークを下回るものの、11月初旬から3倍近くにね、増加をしていますと。で、日本の方でもね、やっぱりこうね、テレビのニュースとかでも流れてきてるからね、本当にこれ前も言ったけども、ひっそりと言ってほしかったけれどもね。本当に。もう気づいた時にはビットコインに、もう10万ドル超えて15万ドルぐらいになってますみたいな感じで言ってほしかったんだけれども、まあ、これはね、ニュースが流れてくることはしょうがないことでしょうと。で、さらにコインベースは、アップルと Google プレイストアの金融アプリランキングでトップに躍り出ていると。だからもうとにかく今、個人投資家の方々のね、関心の高まりがちょっとこう、顕著に現れ始めている感じだから、だからそういったところも含めてね、だから本当に下落っていうところで、ちょっと調整下落っていうのは注意しておいた方がいいかなって思うから、そこだけはね、
ね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、本当にどうなるかわかんないよ。うん。調整も、起きずにね、このまま本当に10万ドル突破していって、一気に11万、12万ドルぐらいまで駆け上がっていくっていうパターンも普通にあると思うからね。だからそういった意味も含めていくと、結構難しい相場環境には、まあ、あるんじゃないかなと。だ、現物を持っている方はね、まあ、本当に静観でもずっと見ておけばいいんじゃないかな。もうビットコイン、特にビットコインの現物を持っている方は、もう10年、20年単位の投資でしょうから、そこに関しては、もう逆に落ちてきたら買い増しチャンスとして捉えておけばいいかなと。で、先物環境をやる方はね、まあ、リスク管理をしっかりした方で、今、ボラティリティが結構激しいんで、自分が思う方向にね、流れていった場合、かなりの利益が取れていけると思うんですよ。ボラ結構激しいでしょ？もう、1日で何千ドル幅って多分動いていると思うから、うん、ね、しかもほら、別に酔い腰で持たなくても、結構もうその日だけで決着させて、かなりの利益をね、取れていけるような、まあ、地合いにはあるから、ボラティリティが高いっていうことはそういうことだからね。だからそういった意味も含めて、かなりね、注意しながら、まあ、いわゆるリスク管理をしっかりしながらね、そういったところも注意しながらやっていきましょうと。で、逆にまあ、調整下落が落ちてきたときは、まあ、特大のね、結構こう強気にロングポジションを張っていって上昇を狙っていくっていう地合いの中では、今の地合いの中ではいいね、戦略にはやっぱりなってくるんじゃないかなって思いますからね、そういったところも含めてね、意識しておいてください。はい、で、今日の最後はこちら。ちょっとこれもね、嫌なニュースなんですけれども、トランプトレードがもう終了かと、まあ、実際今の上昇を、だから、7万3500ドルを超えていってからね、もう9万ドルぐらいまでバーッと駆け上がっていったんだけれども、これはやっぱりビットマンティビも見たときに、思ったんだけれども、あー確かになと、トランプ特需だよなって、これはね、今のこの相場試合っていうのは、トランプ特需だよなってやっぱこれ思ったから、そういった意味も全部ひっくるめていくと、トランプ特需が終わってね、ちょっと市場の中で落ち着きが取り戻されていったら、さっきからずーっと言ってるように、大幅な調整下落っていうのが起こる本当に可能性があるからね。だからそういったところも注意しておきましょう。こういったニュースがちょっと流れてきているから、うん、トランプトレードが終了かと、ビットコインの ETF と、イーサリアム ETF の両方が、流入じゃなくて流出をね、初めて記録したらしい。で、11月5日、トランプ氏の大統領選挙勝利以来ね、ずっと、ビットコインとイーサリアムもかな、ETF の方にずっと流入で資金が流入しまくってたらしいんですよ。で、だけれども、これが14日ね、昨日、一昨日ぐらいか、に、初めて、11月5日以降、初めてね、資金流出を記録したから、だからこういったところを見ていくと、ちょっとね、ビットコインに対する温度感がちょっと後退してきたかなーっていうのを思いますから、本当にここはね、注意しておいてくださいということでよろしくお願いいたします。まあ全部はね、読んではいきませんけれども、11月5日以降、うん、初めて流出を記録したんだな、現物 ETF の方がね。そういったところも含めていくと、ちょっとこう、ね、まあ利益確定というか、うん、そうだよね。まあ利益をね、確定させていこうという流れを、まあ、利益を確定させていこうと考える方々がね、ちょっと増えてくる可能性がありますから、そうなると、まあ、当然ビットコインが売られていく流れになりますからね。で、こういったちょっと過熱感がある時っていうのは、いいですか？過熱感がある時っていうのは、ちょっと落ちようもんなら、まあ、ちょっと落ちてくる分にはね、やっぱり買いザサイゼがいるんだけれども、予想もしないような、下落、幅を出してきた場合、例えば5000ドル、6000ドル幅ぐらいでボッと落ちてきたりすると、一気に投げ売りが加速してくる可能性があるからね。だから、そういった意味も含め、まあ、全然今の試合で言うと、調整の下落なんだろうけれども、慣れてない人とかはね、終わったみたいな感じで言ったりする可能性が、それでバーッと投げ売りがね、入る可能性がありますから、だからそういった意味も含めて全部ひっくり見てね、ちょっとこう、過熱感には注意しておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日のご案内、そして重要ニュース関係は以上となります。で、日本円ゲート上見たらね、今もう1400万円をね、ビットコイン超えていってる1400万円すごいね。まだまだね、上がっていきそうだけれども、うん、現物を買いそびれた人々は、下落するまでね、まあ、待っておいてもいいかなというふうに思いますから、上がり続ける相場値はないしね、まあ、どれぐらいの幅で調整が起こるかは本当、神のみぞ知るところなんだけれども、ある程度大きい下落が起こってきた時、調整下落が起こってきたら、その時はもう現物を購入していくっていう一択のね、選択肢のみでいいんじゃないかなというふうに思いますから、まあ、そういったところも合わせてね、まあ、ちょっと後で見ておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、それではね、重要ニュース関係は以上となります。で、一旦時飛ばしをして、チャートで見ておきましょう。一旦時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。まずはね、ビットコイン見ておきましょう。まあ大体ね、こう上がってきている時っていうのは特にね、まあ言うこともないというか、まあ高揚感にはね、満たされてはいないんだけれども、大体ね、まあ静観というか、特に現物をね、購入している方は、まあ、静観フェーズでしょって思うわけでございますよ。ただいまビットコイン価格が91,200ドル付近を推移しているような状況、73,500ドルという前回のね、市場最高値を超えていってからの、ブルフラッグ成立で大幅上昇にね、今繋がってきているような状況
状況。で、さっき重要ニュースの方でもね、言っていたけれども、やっぱりこうトランプさんが選挙にね、再選してからのトランプ特需っていうのはね、まあ、当然今、意識がされているというか、逆にこう注意をしておかないといけないところにもあるのかなというふうに思いますので、まあ、そういった意味でもね、深めな調整、そこだけはね、注意しておきましょう。はい。で、一応、こちら、日足の短期の移動平均線がね、今ぐーっとまたこう、価格伸ばしてきていますから、上がってきていて、今の段階でいくと77,800ドル付近。で、ちょっとチャート切り替えますけど、これ前から言ってるように、ビットコインの先物ね、この先物の窓がガバー開いてるんですよ。うん。77,000、それこそ、500ドル付近から、77,500ドル付近から、81,000ドル付近で、これぐっとね、先物の窓が開いているんで、やっぱりこう、調整で下落してきた場合には、この窓を埋めに来るね、動きっていうのが出てくる可能性がある。だからそういった意味も含めていくならば、今の段階でいくと、まあ、ちょっと、この先物の方の短期の移動平均もぐーっと上がってきているから、やっぱり77,500ドルから81,000ドル。うん。この間までの下落、77,000ドル付近までの、ちょっと下落っていうのは注意しておくべきかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。やっぱり、なんだかんだ言って、このね、窓埋めっていうのは、結構こう、相場の中では、うん、特に意識されてくる、調整をしてきた時の下落であるとか、そういったところで、あとは上に上がってきた時も、そうですけれどもね、やっぱりこう、上の壁になりやすいところでございます。窓埋めっていうふうに言うんだけど、そういった形で動きが出てくるかもしれませんので、77,000ドル付近から81,000ドル付近までの下落、だから今で言うと本当に1万ドルから15,000ドルぐらいの下落っていうのは本当に注意をねしておかないといけないですよっていうのはね、ここはもう換気として注意喚起としてね、ちょっとしつこいようでございますけれども、言わさせてください。で、現物のね、短期の移動平均も乖離はしているけれども77,000ドル付近にいるので、やっぱりこのあたりぐらいまではある程度落ち今の過熱感をある程度、抑えるような落ちっていうのはありますよっていうのはね、ここは認識しておきましょう。よろしくお願いいたします。で、あとはずっとね、今調整下落のことばっかり言ってますけれども、まあチャートを見る限り冷やしですけれどもね、結構停滞感も出てきている。ただ一昨日の、この陰線をね、覆い隠すように昨日、今朝の9時までのチャートでは、陽線を作っていて、全戻しの様子をね、見しているので、やっぱりこう、まだまだね、上への押し上げ、推進力っていうのは、ありそうなね、感じもするので、上に対する期待感もね、当然これはね、強いでございましょう。まあ、次の吹っ飛びポイントは9万3000ドルか。9万3000ドルを明確に抜けていけば、おそらくこの停滞感のね、長さを考えていくと、停滞感の長さですよ。やっぱり、4、5日ガーッと停滞してって一気にブレイクしていったら、やっぱりもう一段上の力強い上昇が見ていけるので、9万3000ドルを次アタックして超えていけば、おそらくですよ、ビットマン TV の予想ね、10万ドルアタック入ってくるんじゃねえかなと思ってます。次の9万3000ドルトライでの上実体ブレイク、ここが一つのキーポイントで、9万3000を超えていければ、実体で上ブレイクしていければ、10万ドルにアタック、10万ドルアタックにいよいよ入ってくるかなって、これちょっと大事なことですから、言わせてください。やっぱりこの停滞感からの上ブレイクって強いので、今の、特に今の状況はね、停滞感からの上ブレイク、やっぱりこう、人々がさらに寄ってくるっていうところもあるから、やっぱローソク足としてはかなり強くなりますよね。だからそういったところも含めていくならば、次の9万3000突破はかなり見物だと思う。うん。10万ドル手前ぐらいまで本当に押し上げる、ところまで行くんじゃないかなって思います。で、10万ドルは、あれですよ。もう売り圧がかなり大きくかかってくると思いますからね。だから、先物関係で勝負してえなと思うんだったら、10万ドルのショートイン。これは一つ戦略としてもあり。やっぱりかなりの大きな節目だから、そうやすやすとやっぱ抜けないかなと。で、昔からやっぱ持ってる方々も一旦の利確ポイントとしてやっぱ意識すると思う。このレベルになると。10万ドルとかになるとね。だからそういった意味も含めていくならば、戦略としてようやくショートターンが出てくるかもねっていう感じ。10万ドルでのショートインはあり。ただ、気をつけてくださいよ。もし、ね、それを、いいですか？ものともせず、買いが買いを呼んで入ってきたら、これ一気にぶち抜いて、1万ドル、2万ドルぐらいの上昇を見せてくるかもしれないから、10万ドルショートインするんだったら、もう確実に、損切りライン設定しておきましょう。うまくハマっていけば、1ビットコインあったら、ほんと下手すると、5000ドルから1万ドルぐらいの利益が取れていけるような、ショートフェーズが訪れてくる可能性がある。ようやくショートを戦略が得意な人の、フェーズが訪れてくるよね、っていうのを思いますから、そこだけはね、先物関係やっている方、まあ分かってると思うけれどもね、意識はしておきましょうということでよろしくお願いします。ただし、抜けたらやばいから、損切りは絶対にね、しておきましょうね。資金吹っ飛ぶ可能性がありますからね。で、再度言いますけれども、9万3000、次アタックしていけば、この停滞感の長さから上にブレイクしていく可能性が高い。10万ドル突破、10万ドルめがけて上昇してくる可能性が高いので、ちょっと週末、また今日明日あたりね、楽しみな相場感が来るかもしれませんから、そこだけは意識しておきましょう。で、次はイーサリアム。ただいまの価格が、
3130ドル付近をね推移しているような状況でございます。ビットコインがね結構高い値位置で停滞しているのに対して、まだねイーサリアムとか、まあ他のアルトコインもそうかな、粘り腰を見せてきているような様子はない。まあぶっちゃけもうビットコイン多分今一強レベルだと思うんで、わかりますよね。だって落ちてきてもすぐ買い支え勢が入ってくるので、結構人々の資金がビットコインに集中してると思うんですよ。でドミナンスは今もう 60% 超えてます。 60.5% とか 60% ちょっとぐらいですから、そこがビットコインのドミナンスが落ちてこないと、いわゆるアルトコインの方向に資金が流れ込んできているっていう状況にならないので、流れ込んでくるっていう状況にならないと思うんで、だからビットコインの上昇の一服感が出てきたらチャンスだと思う。うん、またアルトコインの方向に資金がシーソーゲームみたいに流れ込んでくる可能性がありますから、そこはね期待しておきましょう。だからそういった意味も含めていくならば、今ね数あるアルトコインの中でやっぱりこう上昇していってる、力強さを発揮していってるっていうのは本当ごく一部だと思うんで、まあアルトシーズンがね来るなと思ってる方はまだまだ仕込みのねチャンスフェーズだと思いますから、そこはね焦らず行きましょうということでね、よろしくお願いいたしますよ。今ビットコインのフェーズだから、とにもかくにもってか今っていうか、これがどこまで続いていくかわからないけれども、とにもかくにもまだビットコインのフェーズですから、アルトコインの方向に資金が流れ込んでくるのはもうちょっとお預けっていう感じね。で、イーサリアムに関してはもうこれも前からずっと言ってますけど、2860ドル、ここワンタッチね、2860ドルは、これはもう先物関係、現物でもそうでございますけれども、先物もそうですけれども、現物購入並びに先物ロングインのチャンスネイチとしてはね、確実に押さえておくべき重要ラインですから、2860ドルまで落ち込んできたら、これはチャンスとしてね捉えておきましょう。でもう間違いなく2860を超えていったんで、次のフェーズに突入していってますから、だから今の段階で言うと2860で、しっかりとしたサポートオーラインをねもう一回構築させていってからの、やっぱ3500ドルから3600ドルですよ。ここがイーサリアムのね、まあ、直近におけるターゲット価格ですから、そこでのアタックにやっぱこう入ってこれるようなフェーズになってきていると。で3800ドルを抜けていけばね、この長い持ち合いがとうとうね終わりを迎えますから、史上最高値へ向けての上昇がね再度始まってくる。そこだけはねしっかりと意識しておきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、で次はもう皆様ね、もうビットマン TV がお待ちかねビットマン TV お待ちかね、リップルさんでございます。ありがとうございます。リッポちゃん、ナイス、ナイス、ナイスだけれども、まだまだ、お前の力はこんなもんじゃねえだろ。分かってんだよ、こっちは。頑張れ、まだいける、全然いける。もう上を遮るものは、ほぼ何もないという形でね、ビットマン TV は認識している。ただいまの価格が、0.91 ドル付近を推移しているような状況。遮るようなものがないって言ったけど、そうね、月足と雲の上端が、確か最後あるかな、これね。だから、今上に上がってきた際には、1ドル、もう本当に1ドルとか、そのあたりだね、ここが、月足レベルの長い時間軸における最後のヤバ場になると思うから、これを抜けていけば、祭りですね。祭りのほんと開始。てかもう今の段階で祭りほんと始まりかけてるんだけれども、まだまだ頼むわ、マジでっていうこと。で、まあね、本当に何日か前の、もうリップルね、もうここね、0.5 ドル中盤あたりで、ずーっとおよいよした時にも言ったと思うんだけれども、やっぱ右下がりのこの月足レベルのトレンドライン上に抜けてるんだとね。もうこれ抜けてますけども、いつ発射してもおかしくないんですよね。多分あの時言ってたと思うんですよ。もういつ何時発射してもおかしくないと。だからこれ、現物購入ね、するんだったら本当に最後の最後のチャンスネイチだと思った方がいいかもしれないみたいなことはね、多分言ってたと思うんですよ。で、あの時にちょっとね、リップルの方に資金を割り振っていた方も本当に良かったと思う。本当にめちゃめちゃいいタイミングで配信してたなって思うんで、本当とにかく一旦はおめでとうと。で、その時に初めて買った方はね、短期で入ってるかもしれないので、だからさっきも言ったようにビットコインが落ちてきたらやっぱアルトコイン落ちてくると思いますから、それが怖い方は利益確定しっかり考えていくフェーズにね、これだけ急騰してますから、ありますので、そこは認識しておきましょう。で、長期的にもういわゆる現物を持っておきたいなという方は、まあそこは静観でいいのかなって思うんだけれども、逆に下がってきて、からの次の焦点ポイント、次の焦点価格は、間違いなく 0.75 ドル、 0.75 ドルでしっかりと、だからそこまではある意味調整落ちとしてはあり得るということだからね、あり得るということですから、まあわかんないけどね、本当のところはね、どうなるか。もし勢いがね衰えずに、この後リップルのいいニュースがさらに流れ込んでくるんだったら、もうさらにボンボンって上にね跳ね上がってくる可能性もあるし、さっきも言ったようにビットコインがね停滞してくるんだったら、0.75 ぐらいまで落ちてくる可能性もあるけれども、それはもう誰にもわかんないんだけれども、 0.75 ドルっていうのがとにもかくにも今の段階ではサポートラインとしてしっかり足場を固められるかどうかの重要ライン、0.75 ドルがね。だからもしここまで落ちてくるんだったら、結構リップルに対する、強気派勢の買いがまた入ってくるんじゃないかなって思いますから、そこは認識しておいてください。で、直近4時間では一応ね、結構急角度で、上昇しているんであれなんですけど、サポートラインがね作られている。だからそこも一つ 0.75 ドル付近で今ね、右上がりの黒いラインがサポートラインとして被ってるんで、結構乖離してるんで、そういった意味でもね、
単独での調整落ちもあるかもしれないけれども、短期では RSI 値が、そうね、変わりすぎの領域まで入っている。今、77あたりか、まあ、そこまではないけどね。77あたりの RSI 値を叩いている。日足が結構ひどいね。90あたりの RSI 値をつけているので、ちょっとこれ RSI が右下がりに落ちてくるんだった。てか落ちかけているので、右下がりにグッとね、落とし込んでくるんだったら、ちょっと調整落ちっていうのは本当あるかもしれないからね。あの、過熱感がある程度収まってくると、やっぱり短期勢の売りがバーっと連チャンで入ってきたりするとね、価格落ち込んでくると思いますから、その時になったら 0.75 ドルね、ここはもう一回ロングチャンスネイチになる可能性がありますので、先物関係で、あの、リップル入りたいなと、ロングで入りたいなと思う方は 0.75 ドル付近っていうのは、チャンスネイチになるかなというふうに思いますので、そこはね、意識しておいてください。よろしくお願いします。で、もし 0.75 ドルを割れ込んじゃったら、これは次のサポートラインを見つける動きが出てくるでしょうから、0.66 ドル。ここが、もう今の段階で短期的な最後のサポート候補としては押さえておくべき。だから、今の段階で 0.75 ドルでしっかり支えられるかどうか、そこを万が一抜けてしまったとしても、最後の、取りでね、最後の取りで 0.66 ドル、ここが、次の焦点ポイントになりますから、この2段階でね、まあ、ポジ取りは意識しておくべきかなって思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにもね、リップル、購入をねした方は本当にね、まあ、特に短期トレーダーの方々はおめでとうございますということでね、お伝えさせてください。はい、あと上から下にね流し込んでいきますけれども、今日ね TAI という通貨かな、ご視聴者様からね、ちょっとこう見てみてくださいみたいな形で、もらいましたから、 TAI という通貨ね。あ、その前にこれ HTX も見ておこうかな。取引所通貨でね、結構また力強く続伸の流れで来ている。右上がりのトレンドライン上にもう一回回帰してきました、日足レベルでね。だからもう一回サポートラインを作り上げようとしているので、そういった意味で言うと指紋4桁1450とか、そのあたりはちょっと一旦のね、買い支えの押し目買いラインになる可能性がありますから、そこは意識しておきましょう。直近の高値1660、これを抜けていけばね、またさらに続伸という可能性があるか、一番、初めの戻り高値値位置かな、2000付近まで上がってくる可能性がありますので、ちょっとこれは楽しみなところだね。で、あとは、さっきも言ったような TAI という通貨、この通貨見ておきましょう。まずね、これね、TARS プロトコルっていう通貨らしくて、一応情報はね、コイン月光の方に載っていたというか、コイン月光の方にもね、まあリストはされているような状況。最大供給量が10億枚という形か。で、そうだね、10億枚という形で上から下に。結構ね、X の方でも、フォロワーさんが多いんですよね。21万フォロワーぐらいいるので、結構注目されてるのかな？っていうふうに思う。で、バイビットさんあるでしょ？バイビットさんの方で、IDO がこれ行われた通貨らしいね。5月4日だったかな？それこそ今年の5月4日に、バイビットね。バイビットの方で IDO が行われて、そこからの通貨らしいんですよ。だからまだ、で、出来立ての通貨っていう形で認識しておいていいのかな。で、上にね、これ固定されている X とかを見ると、この TARS AI、もともと TARS プロトコルっていう名前だったらしいんだけれども、この TARS AI のね、チームメンバーがなんかこう、Google の方に、こうちょっとこう、研修みたいな感じで入っていったのかな。そういった画像も載っているし、一応ね、あ、これ書いてあるね。バイビットの方で、あ、1日前か。バイビットの方で、もう取引が、新しくまたこう行われていくような形で案内が出ているようなことでございます。バイビットさんの方でね。まあ、それも含めて見ておいてくださいということだったのかな。で、まあ、一応ね、ビットマン TV が軽めに読んだ限りでどういった通貨かって言ったら、あれでしょ？ソラナチェーンを使った AI 関係のプロジェクトらしい。うん、ソラナチェーンを使った AI 関係のプロジェクトらしいんですよ。で、もうちょっと深掘って言うならば、Web3 のスタートアップ企業あるでしょ？ Web3。例えばほら、ね、既存の企業とかでも Web3 の分野にちょっとこう、参入していきたいと。ね、参入していきたいと。で、その時にやっぱり、障害となるのが新しい分野に参入するわけだから、やっぱりいろんな物事の容量ね、いろいろ、例えば自分たちのアプリ作ったり、そういった容量がやっぱ分かんないと思うんですよ。だから、それをある意味サポートする、プラットフォームらしいんですよね。それをサポートするプラットフォームで、そこに対して AI というものを組み入れてるらしいので、それが一つね、このTARS AI の、プロジェクト概要という形になるんで、AI を組み入れてスタートアップ企業を、支援しますよ。で、チェーンはメインとしてはソラナチェーンなのかな。それを使って話を進めていきますよ。その、TARS プロトコル、TARS AI のプラットフォームを使った時の報酬関係がこの TARS という通貨にね、おそらくなってるんじゃないかなと思いますから、それが概要というところでね、認識しておきましょう。で、もうチャートを見てもね、わかるように、
あ、取り扱いのね、取引所が、MEXC とゲートさんもあったかな、確かゲートもあったと思います。うん。一応、ビットマン TV が確認した限りではその2つ。で、バイビットはだから現物あるのかなって思うんだけれども、どうなのかなっていうのちょっとね、確認まだしてないんだけれども、まあ、今後のね、上場にはまあまあ期待でしょうと。まあ、現物がないんだったらね。で、取引高がね、もう急速に8月20日過ぎを境目に、急速にバリーっとね、減ってきて、また最近徐々に、ぐーっと盛り上がりをね、見しているような状況。一時は、下が 0.1 ドル。で、右下がりのね、トレンドを形成していた、いわゆるディセンディングトライアングル形成にね、入っていてからの、それを時間軸的に上にブレイクしていって、今の段階でいくと、まぁ、ちょっと微妙なんだけれども、安値をね、切り上げている。で、高値が一定値ということで、結構長い時間かけて、こういった感じですよ、こういった感じで、アセンディングトライアングルフェーズにね、まぁ、入っていってるかなっていう感じ。まぁ、アセトラにしてはね、まぁ、安値が結構なだらかなんで、まぁ、ちょっとこうね、心もとない感じもしますけども、一応安値切り上げ、高値が 0.2 ドル付近一定値のアセトラ形成に入っていますよと。で、一つね、やっぱりこう、ターズプロトコルの重要ラインっていうのは、まあ間違いなく 0.1 ドルでしょう。だから、もし、価格落とし込んできて 0.1 ドルに入ってくるんだったら、これはもともと、この出来高が爆増していた5月の23日があるんだけれども、やっぱりこの5月の23日の出来高爆増からの、ローソク足ビョーンですよね。ローソク足ビョーン。ここでやっぱり買っていった方々が、意識して守っていってるのかなって思いますから、まあ間違いなく 0.1 ドルっていうところはね、ここは、押し目買いの、水平の押し目買いのチャンスネイチでしょう。で、まあその方々のね、利益確定か何かわからないんだけども、まあ2倍利益が取れたらいいかというところで手締まっていったのかな。結構ね 0.2 ドルというところで上の長い引きができてますから、これをね上に突破してくれば史上最高ね、それこそ 0.3 ドル付近までのアタックにやっぱりこう入ってこれるんじゃないかなと思うんだけれども、まあフェーズ的にはね、まあチャート云々というよりもディセンディングトライアングルフェーズから、今ね、安値を切り上げていって、逆にアセンディングトライアングルフェーズに入ってきているから、ようやく弱気な、動きがね、ちょっとこう終了していったかなというところもね、ございますので、そこは認識しておいてください。だから、まあ、0.1 ドルは買いだというふうに言ったけれども、その前にね、押し目買いラインとしたら 0.12 ドル付近とか、このあたりが結構意識されて買いが集中してくる可能性もありますし、うん、日足ね、移動平均線見ても、ちょっとパーフェクトオーダーがね、ちょっとこう作られているような状況になってますから、一旦落ち込んできたとしてもこの下ヒゲもねあるので、短期の移動平均線付近 0.14 とかこのあたりで一旦下支えが入って、もう一回ね下ヒゲを伸ばして上に押し戻してくるんだったら、ちょっとこうね安値をさらに切り上げてアセトラがね明確に出てくるような状況になるかなと思いますので、 0.14 ないしはこの長いアセンディングトライアングルっていうところを考えていくならば 0.12 ドル、このあたり付近が押し目買いラインのねチャンスネイチになってくるかなって思いますので、今の段階ではねそこは認識しておきましょうということでよろしくお願いいたします。まあね、価格は上がってきているけれども、日足レベルで RSI 値もまだ買われすぎ領域にないし、出来高もぐっと上がってはきているので、ちょっと雰囲気温度感的にはね、これ上 0.2 ドルを超えていきそうだなと。そうなると 0.3 ドルあたりをやっぱりこうね目指して上がってくる可能性があるんじゃないかなって思いますから、下から握っていた方はね、このトレンドが崩れるまではある程度持っておいてもいいかなというふうに思いますから、そこはね認識しておいてください。はい、それではね本日の配信は以上となります。明日がね日曜日、ビットコインもねかなり調子がいい状況でございます。立方ちゃんもね頑張って1ドルを抜けていってほしいなという形、まあ楽しみなね相場環境がまたまた訪れてきたかな。本当に11月中には10万ドルという節目をね見ていける可能性がある。ただそこでの売り圧っていうのはものすごくね大きくかかる。ここもねやっぱり懸念していかないといけないので、そういったところもひっくるめてね取引関係する方注意しておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、それではね本日の配信以上となります。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。では。